それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。本日野田内閣の改造を行わさせていただきました。そして午後新たな閣僚については皇居で認証式を終えてきたところでございます。今回の改造、一つ背景としてご理解いただきたいのは、2月の早い段階で復興庁を発足をさせます。その復興庁発足に伴って復興をもっぱら担当とする大臣、副大臣、政務官を任命することができますが、そのことをにらみながら復興に万全を期すとともに、この際まもなく通常国会が始まりますけれども、予算を通し、そして昨年来からの大きな命題である復旧復興を加速させ、原発の事故を収束をさせ、新たな戦いに向かってさまざまな取り組みを強化をする、あるいは経済の再生を図るといった野田内閣の当初からの命題のほかに、行政改革、政治改革、そして社会保障と税の一体改革という、やらなければならない、逃げることのできない、先送りをすることのできない課題を着実に推進をするための最善かつ最強の布陣を作るための今回は改造でございました。今回5人の方に新たに閣僚に加わっていただきましたけれども、先ほど申し上げたとおり、さまざまな課題を乗り越えていくためのまさに推進力になっていただく突破力のあるそういうメンバーを中心に選任をさせていただいたつもりでございます。これからまさに国会が始まりますが、これからの国会は民主党政権にとっての正念場というよりも、日本にとっての正念場だというふうに思います。それは一つには、復旧復興は被災者の皆さんに寄り添いながら抱えている課題を丁寧に確実にこなしていくという、ある種虫の目といいますか、地に足のついた対応が必要です。もう一つは、これからの大きな課題、社会保障と税の一体改革を含めて、やっぱり時代を俯瞰する鳥の目が必要だと思います。今までの政治の継続、惰性で解決できる問題ではありません。社会保障については、どなたも将来に不安を抱いている。その不安を取り除くために、社会保障を持続可能なものにする、維持するだけではなくて、強化するものも含めて、まさに未来に永続して続ける社会保障の機能を確保するために、それを支えるための安定財源が必要です。安定財源ということは、国民にご負担をお願いをすることであります。耳当たりのいい、耳障りのいいことを言って、国民の関心を買うという政治ではなくて、つらいかもしれないけども、訴える側もつらいんです。それは選挙は厳しくなるかもしれない、誰もが思う。負担をする側もつらい。だけど、つらいテーマもしっかりお訴えをして、ご理解をいただけるという政治を日本で作れるかどうかが、私は正念場だというふうに思います。欧州の債務危機は対岸の火事ではありません。そのことも踏まえて、内外の時代状況をしっかり睨みながら、まさに鳥の目から俯瞰をして、今何をしなければいけないのかということに、きちっと答えられる政治を実現をしていきたいと思います。そのための布陣を今回、敷かせていただいたということでございます。ぜひ皆様におかれましても、ご理解をいただきますようにお願いを申し上げて、冒頭の私からのご挨拶とご説明に変えたいと思います。以上です。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。じゃあ山根さんどうぞ。共同通信の山根です。総理は今回の内閣改造で副総理として民主党の岡田克也前幹事を起用されました。岡田副総理は一体改革や行政改革などを担当されますが、3月末の関連法案提出と増税の前提となる歳出削減に向けて
今後どのように取り組んでいくお考えでしょうか。具体的にお伺いください。また現時点ではですね、総理が何度も呼びかけている与野党協議の実現のめどは立っていません。どう打開していくお考えでしょうか。岡田さんに副総理をお願いをしたということは、副総理というのは、内閣総理大臣に対して、国政全般に対して、内政外政を含めて助言をするという一つの立場があると思いますが、その上で、あえて、今国会では一番大きな課題になると思う、行政改革と社会保障と税の一体改革を特にご担当いただくということになりました。私にとっては、岡田さんというのは先輩議員であって、常に私の一歩、二歩前を走りながら来た、私はその背中を追ってきた立場でありますが、政治家として心から尊敬をし、敬愛をし、人間として信頼をしています。こういう大きなテーマにあたって、ぶれないで、逃げないで、きちっと結論を出していくということのできる、私はそういう政治家だと思って、期待を込めて、今回のご担当をお願いをしたわけであります。現時点において野党の皆様が、とにかく新しい体制を作ってからじゃないとと、今、幹事長の会談を申し上げておりますが、受けていただいていませんが、こういう新しい体制をまた作りましたので、改めてきちっと協議をお願いをさせていただきたいというふうに思います。それでは次の方、じゃあ、関口さんです。東京新聞の関口と申します。岡田さんは民主党内で小沢一郎元代表と距離を置く存在とされています。元代表を支持する議員からは消費税増税に批判的な議員が多いとされています。岡田さんの副総理社会保障と税の一体改革担当大臣への起用へはについては、元大臣を支持する議員から党分裂の道を突き進むとあると反発の声が上がっていまして、消費増税への反発をさらに高める可能性があります。総理は今後、一体改革の実現に向けて、どのように党内融和を図るお考えでしょうか。今、ご指摘いただいたような声って、本当に多いんですか。多いですか。あると思います。そこまでちょっと私、そんな空気が充満しているとは思わないんですが、少なくとも、反なんたことか、真なんとかっていうのはもうやめようというのは、私は代表選挙区の時に申し上げたつもりであります。誰かが何かのポジションについたら、聞くよなんていうような、両権の狭いような、そういう政治はやめたほうがいいです。もし政策で違うんだったら、その政策でものを言えばいいと思いますが、今、誰かさんのグループがこうだからという、私の議論はありえないと思います。なぜならば、今回の一体改革を党内で議論でまとめていく過程において、決して別に反対の意見があったわけじゃありません。むしろ慎重な意見で、こんなことをやらなければいけないよという中で一番多かったのは行政改革です。その行政改革を党内の中で調査会長として中心になってまとめられてこられた方が岡田さんです。その岡田さんが行政改革と税と社会保障の一体改革を、これをパッケージとして責任を持ってやっていこうというお立場になったことで、むしろそれを期待する人の方が私は多いんではないかというふうに思っておりますので、今ちょっと私は認識が違います。それでは次の方、それでは今市さん、どうぞ。はい、TBS テレビの今市です。個別の大臣のその起用についてのお考えをお聞きしたいんですけれども、田中直樹防衛大臣の起用ですけれども、参議院の外交防衛委員長のご経験がおありですが、必ずしもこれまでその安全保障問題、防衛問題に精通している議員かどうかというと、違うんじゃないかという声も今回、顔ぶれを見て出ていますが、田中大臣を防衛大臣に起用された理由というのはどういうことなんでしょうか。豊富な政治的な経験、蓄積、そういうものを評価をさせていただきましたし、その参議院良識の府の、しかも外交防衛の委員長というのは重たい役割ですという職責も果たされてきたということも、一つの判断基準になっています。それでは次の方、それでは広川さん、どうぞ。昨日、ガイドナー財務長官がですね、安住財務大臣とお会いされた際にですね、安住大臣はイランからの原油の輸入を段階的に削減する方針を表明しました。日本政府としてですね、
いつ頃から具体的に行動に移し、どの程度減らしていくつもりなのか、お考えをお聞かせいただきたいのと、日本はイランと独自の外交関係をこれまで維持してきた面もあるんですけれども、イランの核問題解決に向けてですね、国際社会に対して、これからどのような貢献をしようと、貢献ができると考えているか、お考えをお聞かせください。はい、私もガイトナー長官と昨日会談をさせていただきました。その時に申し上げたんですけれども、イランの核開発については、私も強く懸念を持っています。これ、国際社会と共有をしています。したがって、アメリカも含めて、国際社会と連携をしながら、外交的、平和的に解決をしていくというのが、日本の基本的な姿勢であります。で、その上でありますけれども、国防受験法という法律をアメリカ作りました。その運用によっては、我が国の経済や世界の経済に悪影響を及ぼす可能性があるということも指摘をさせていただきました。ということは、特に日本の場合は、イランからの原油の輸入というのを、5年間で 40% くらい削減をしてきてまいりました。これからどうするかということは、これはよく例えば経済界なんかも含めながら、相談をしながら決めていかなければいけないと思いますけれども、詳細は、これからアメリカの財務次官補は来週、日本に寄ってくるよ、訪日する予定であります、そういう実務者との協議をしながら、例えば法人への影響はどうなのか、それを回避するためにはどうしたらいいのか、そういう議論をこれからしていきたいと思いますので、安住大臣の発言というのは、これまで の削減をしてきた経緯と、見通しを個人的にお話をされたと思います。政府としてはこれから詳細に実務的な議論を踏まえながらの対応を進めていきたいというふうに思います。それでは次の方、それでは佐々木さんどうぞ。時事通信佐々木です。自民党幹部からですね、話し合い解散についての言及があるんですけれども、総理の話し合い解散についてのご見解をお聞かせください。解散は念頭に置いてありません。それでは次の方どうぞ。それでは佐藤さんどうぞ。日本テレビの佐藤です。総理も今おっしゃいましたけれども、消費税とともにですね、行政改革が非常に重要だということですけれども、例えばその定数削減ですね、国会議員定数削減、これについてはもっとスピード感を持ってやるべきじゃないかと思うんですけれども、例えば総理の頭の中にタイムスケジュールですとか、ここまでには通していかないと、関連法案ですね、消費税の関連法案については3月末に提出されるという意見表明されてますけれども、意思表明をすべきじゃないかと思うんですけれども、頭の中にはどんなことが考えられるんでしょうか。定数削減を含む政治改革はやっぱり去年から残った宿題です。でこれについては、例えば一票の格差についても、これはある程度日程がありますよね。区割り法提出とか区割り審議会の話とか、でそこも念頭に置きながら、一方で定数削減、4文字熟語ではどこもですね、賛成なんですけど、削減の仕方については、比例区の扱いと小選挙区のバランスとか、あるいはもっと背景にある選挙制度改革全般の問題を含めて、各党によって多様な意見があります。我が党は我が党で一つの考え方を持っておりますが、それだけをもって法案さえ提出すればいいということではないと思うんです。定数削減という結果を出さなければなりません。定数削減の結果を出すためには、おっしゃったように、ちょっとスピード感を持って、政党間の協議は進めていかなければいけないというふうに思っています。いわゆる一体改革の法案については、3月末までに法案を提出をされます。で、なるべくそれより早くですね、結論が出たり、形が見えてきたりするようにはしたいと思いますが、具体的にいつまでうんぬんと、まだ明確に、肯定表的に言える段階ではないというふうに思います。思いとしては、なるべく早く結論を出したいというふうに思います。それでは次の方。それでは、じゃあ、畠山さんどうぞ。総理は先ほど耳障りのいいことを言っているだけではなくて、辛いテーマも訴えなければならないというふうにおっしゃいました。一方で国民にとっては、政権交代時のマニフェストにはなかった消費税増税という問題も突きつけられています。総理は国民の理解を得られるか得られないか、どのようにして民意を知るおつもりなんでしょうか。お聞かせください。マニフェストに書いてあること、これは
これから、我々の政権担当期間中、可能な限り実現していかなければいけないというふうに思います。去年の8月にまとめた中間検証で、いろいろと中間的評価がございましたけれども、それを踏まえながら、できることはこれからも引き続きやっていかなければいけないと思います。で、一方で、マニフェストでは書いてなかったけれども、さっき言ったとおり、内外の情勢を踏まえて俯瞰したときに、やっぱり決断しなければいけないテーマというのは出てきていると思います。で、今申し上げてきたのは、消費税のお尋ねございましたけれども、これについてはマニフェストには、09年のマニフェストには書いてはいません。ただし、当時の鳩山代表の発言等もございましたが、いわゆる任期中にはあげませんが、議論をしていくことは、その後途中からはみんなが認めて、そして議論してきたと思います。で、議論をしてきて、やっとのことでありますけれども、去年、素案をまとめました。で、素案をまとめて、これから対抗にしていこうという段階でありますが、こういう考え方をもとに、実施をする前には信を問うということは、これ、ずっと言ってきたことであります。で、これはずっと堅持をしていきたいと思いますが、その間に必要なことは、やっぱりこういう問題は避けて通れないということと、避けて通れないということはですね、要は、私は今一番心配しているのは、今日より明日が良くなると思っている国民が減ってきたことです。バブル崩壊後、特に。我々の時代はまだ3丁目の夕日の頃は多少そういうのがありました。なくなってきたテーマの中の一つは、ツケをどんどん将来に残しておいて、ツケ回しをしておいて、今日より明日が良くなるかと思えるとは思えないんです。その条件をまず変えていかなければいけないという危機感を持っています。そういうことも含めてですね、しっかりとやっぱり国民の皆様に目いっぱいお訴えをしていく、政務三役が中心になってしっかりと説明をしていく、そういうことでご理解をいただけるかどうかが、私はこれからの正念場だというふうに思います。それでは次の方。それでは、坂尻さんどうぞ。新聞の坂尻です。今の国民に信を問うということを改めて伺わせていただきたいんですが、今回改造されたということでですね、改めて与野党協議を呼びかけるということですが、現時点でもっても野党はなかなか厳しい姿勢を示していて、スムーズな話し合いに応じるという姿勢は示していません。で、そういう中で野党の理解や協力が得られなければですね、いっそのこと、この国民に信を問うというような選択肢というのは総理は全く考えていらっしゃらないんでしょうか。野党と、一括りではおっしゃっていますけれども、例えば自民党の中でも、自分たちがもともと言ってきたことなんだから、正々堂々と議論した方がいいじゃないかと発言をされている有力な政治家も今、次々出てきているというふうに思います。私は野党も状況によっては、その気持ちが変わって、執行部の対応も変わる可能性はまだあるというふうに思っておりますので、その先の段階を今、語る段階ではないと。あくまで粘り強く国民の皆様にも訴えをして、その後押しも受けながら、野党の皆様にやっぱり真剣に協議に入ってきていただく環境整備に努めていきたいと思います。それでは時間が迫ってきておりますので、最後の一問とさせていただきたいと思います。それでは、岩上さんどうぞ。共謀罪の創設が政府内で、共謀罪の創設がですね、政府内で検討されていると言われておりますが、これはしかし治安維持法の再来になるのではないかという批判や指摘もあります。前法務大臣の平岡前法務大臣がですね、大変この共謀罪の創設については慎重であらねばならないということを言われてきたというふうに伝えられておりますが、今回の内閣の改造で、平岡さんが外れたのは、この共謀罪の創設と関係があるのかどうか、そして、総理はですね、この共謀罪、そして秘密保全法について、どのようなお考えをお持ちなのか、ご見解をお示しいただきたいと思います。共謀罪との関連で、平岡さんに今回、交代をしていただいたということはありません。それは直結する話ではないということであります。共謀罪のことを含めての検討については、今、法務省を含めて政府内で検討させていただいているという状況で、その推移を見守っていきたいというふうに思います。それではこれをもちまして、総理会見を終わります。どうも大変ありがとうございました。